間違ったヘアオイルの付け方。ヘアオイルの付け方を間違うだけで逆に髪はダメージしちゃうんです。はい、こんにちは。髪質改善ヘアエステサロン小川です。最近巷ではたくさんのヘアオイルが流通してますよね。乾かす前につけるヘアオイル、ヘアアイロンなどに巻く前につけるヘアオイル、仕上げのワックス代わりに使うスタイリングヘアオイル、良かれと思ってつけてるヘアオイルなんですが、案外間違った使い方をしている方が多いんです。少しでも間違うと逆に髪のダメージを進行させてしまう恐れもあります。今からよくやりがちな3つの間違いをお伝えします。特に最後にお伝えするやり方をやっていたら髪はかなりやばいかも。一つ目が結構たくさんつけているっていうことなんですね。髪のパサつきを抑えたいって思いで気持ちはわかるんですが、たくさんつけすぎてしまうとオイルの癒着と蓄積によって髪は相当やばい状態になります。髪の長さに応じてつける量は変えていかないといけません。ヘアオイルの種類によってつける量は変えていかないといけませんが、ショートの方は1プッシュ、ミディアムの方は2プッシュ、ロングの方は3プッシュ、これを目安としてつけてみてください。二つ目は髪質に合ってないヘアオイルを根元からつけているっていうことなんですね。例えば細い髪の人が重めのヘアオイルをつけることによってかなりベタついてしまうんです。なおかつ髪がダメージしている部分につけてほしいのに根元につけているっていうことはより一層ボリュームも出ないし、かなりベタベタな状態で仕上がってしまいます。どこからつけるのがいいかっていうのはもちろん中間から毛先なんですが、根元から粗めのコームを溶かした時に途中で止まってしまう箇所がダメージが始まる箇所になるんです。ちゃんと髪の状態が整っていれば根元から溶かしても櫛は引っかかりません。引っかかった場所から適正なヘアオイルをつけてみてください。細い髪の毛の方におすすめなヘアオイル、太い髪の毛の方におすすめなヘアオイル、これを知りたい方はコメントで細い髪の毛もしくは太い髪の毛と入れておいてください。そして最後の3つ目、これが一番やばいのでよく聞いてください。ヘアオイルだけしかつけていないっていうことなんです。これがなぜやばいかというと髪の毛にくっついてしまうっていうことなんです。例えば乾燥してるでここにヘアオイルをつけてみてください。後でどれだけ流してもなかなかオイルが手から取れないと思うんですね。そうなんです、手にくっついちゃうっていうことなんです。逆にベタベタに濡れた手にヘアオイルをつけてみてください。水とオイルが弾かれるのでその後に手を洗うとなんとびっくり、全然手がベタベタにならないんですね。ということは手に癒着していないってことなんです。これを手ではなくて髪の毛で考えてみてください。髪の毛にヘアオイルだけつけてるっていうことは案外髪の毛にくっついてしまうんですね。くっついてしまうとオイルのカスがどんどん溜まってきてしまうので逆に毛触りの悪さにつながることもあるんです。これの解決方法としたら必ずヘアオイルの前にミストタイプの流さないタイプのトリートメントをつける、その後にミルクタイプもしくはクリームタイプの流さないタイプのトリートメントをつけてからそれを閉じ込めるクルムような形でヘアオイルをつけて乾かしてみてください。髪の内部に水分が存在することによってオイルが弾かれて次にシャンプーや流しをした時にスルッと髪の毛から外れてくれます。癒着しないっていうことです。もう一度復習するんですけど、結構大量につけすぎてしまうっていうことと髪の毛に合っていないヘアオイルをつけているっていうこと、そして3つ目がオイルだけしかつけてないっていうこと、これを全て改善することによってオイルは輝きを放ち出します。毎日ちゃんとしたオイルのつけ方をしている方はこんなような髪の毛になっていきます。はい、かなりサラサラな状態になってますよね。こんな髪の毛になりたくないですか。最後に当店で一番おすすめしているヘアオイルはこちら、天使の輪っか髪ヘアオイル。このオイルはかなりツヤ髪を取り戻せるはず。興味のある方は概要欄にウェブショップを貼り付けておきます。ぜひチェックをしてみてください。髪は必ずヘアオイルで綺麗になります。絶対付け方を間違えないでください。日本のツヤ髪を取り戻す。